お留守番。夏休みの出来事だそうだ。自宅の2階で昼寝をしていた子供が、ドアのチャイムの音に目を覚まして玄関に向かった。その子が寝ている間に親は外出してしまったらしい。以前にもそういうことは多かったので、子供はめんどくさいなと思いつつ、階段を駆け下り、そのまままっすぐドアスコープを覗いた。すると、外にいる人もドアスコープを覗き込んでいた。いきなり目が合ってしまった子供は、驚き、後ろにひっくり返ってしまった。なんだ？変な人か？と思っていると、ドアをノックする音がする。トントン、トントン。鍵はかかっている。少し怖かったけれど、子供はもう一度ドアスコープを覗いてみた。すると、夏の日差しに照らされた玄関先に、おかしなものが見えた。150センチくらいのグレーの人影が左右にブルブルと震えているのだ。なんだ？と思った子供がスコープに張り付いていると、やがて影は視界の外に消えた。裏庭の方に回ったようだ。震える影は両の手を下前方へ差し出して、老人のように前かがみによろけながら動いていった。それはまるで落とし物を探しているような様子だった。尋常ではない様子に、お化けがいると思った子供は、影が家の中に入ってこないよう戸締まりをすることにした。裏に回った影が来ないうちに、家中の戸を閉めてしまおうと思ったのだ。まずは、はじめに一階。台所にある裏口は閉まっていた。テレビや食卓のある八畳間も閉まっていた。両親の寝室も閉まっていた。外出をした母が、戸締まりをしていってくれたのだ。戸締まりを確認した子供は少し安心し、これからどうしようかと考えた。影がどこかに行ってしまっているのなら、誰かが帰ってくるまで外に出てしまいたい。しかし、まだ影が外にいるかどうか確認をするのは怖い。子供は誰かが帰ってくるまで2階へと避難することにした。誰もいないはずの室内。左右を見渡しながら玄関へと向かった子供は、急な階段を2段ごとに駆け上がった。ダダダダ、ダダダダ。しかし、次で2階というところで、子供は足を踏み外してしまった。最後から2段目のところで、何かに足を引っ掛けたのだ。腹ばいの姿勢で階段を滑り落ちた子供。1階へと落ちた子供は、再びおかしなものを見た。それは、2階から顔を覗かせる中年女性の顔だった。傷だらけの
古い映画のように、カタカタと震える、白茶けた顔。じっと自分のことを見つめるその顔に、子供はもちろん覚えはない。慌てて、下に目をそらした子供。子供の目には、磨き込まれた階段が映っている。その階段の、踏み板の下、その木の継ぎ目の隙間からか、細い腕が伸びていた。子供の恐怖心は、もう限界だった。その子供の目の前で、腕はスルリと、継ぎ目の中へと消えていった。と同時に、子供は、咳を切ったように、泣き始めた。昼寝をしているはずの子供の声に、隣の家で話し込んでいた母親が血相を変えて戻ってきた。しかし階段の下、玄関先でうずくまる子供の話は、全く要領を得ない。寝ぼけて階段を踏み外したんだろう、ということで、子供は病院へと連れて行かれた。頭を打った様子もなく、幸い軽い打撲だけだったので、その日のうちに子供は家に帰された。しかしその子供が2階に上がることは、その一家が引っ越しをする日までついになかったそうだ。通る。母から聞いた自分が生まれる前の話。家を増築することになったのですが、大工さんに怪我や病気が頻発して、なかなか工程が進まず、何かあるかもとお坊さんに見てもらったそうです。すると、中学生くらいの子供が怒っている、とのこと。実家の前には踏切があるのですが、以前そこで事故で亡くなった子だそうです。そこでお祓いをすることになって、亡くなった子の両親にも来ていただいたそうです。しかしその霊は怨念が強すぎて成仏は難しいとのこと。とりあえずは怒りも収まったし、ご両親についていくから大丈夫。ということになったそうです。その後特に問題は発生せず、無事増築は終了しました。この話を最初聞いた時は怖かったんですけど、その後は特に何もなかったので、しばらくしてほとんど忘れていました。自分が中学生になって、中間テストの勉強のため夜更かしをしていました。時計を見るとすでに深夜2時を回っていました。さすがにそろそろ寝ようかなと電気を消して床に着くと、トントンとドアをノックする音がしました。てっきり親が様子を見に来たのかと思って返事をしようとしたのですが、声が出ません。それどころか身動き一つできなくなっていました。金縛りに会うのはこれが初めてだったので、何が起こったのか全くわかりませんでした。トントン、トントン、ノックはまだ続いています。すると少しずつノックの調子が変わってきました。トントン、トントン、ドンドン、どんどん、どん、どん、どん。そして、通る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 、という不気味な叫び声が、
激しくドアを叩く音とともに聞こえてきたんです。僕はそこで気を失ってしまって、気がつくと朝でした。家族にその話をしても、誰も部屋には行っていないということ。それから自分の部屋では不思議な出来事が起こるようになりました。金縛りにはしょっちゅうあって、変な声もしばしば聞こえるようになりました。ドアに背中を向けて昼寝をしているとき、首筋に氷をつけられたような感触があって、びっくりして振り返ると、青白い人の形の輪郭のみが見える、そんなこともありました。さすがに耐えられなくなって、親に何とかしてくれと頼んで、お坊さんを呼ぶことになりました。そして自分の部屋を見てもらったところ、血だらけの子供がドアの前ですごい形相で立っているというのです。またあの子が帰ってきていたのでした。とにかくその場でお祓いをしてもらって、後日その子の親のところに報告に家族で出向きました。僕は初めて会うそのご両親に挨拶をして、ことのすべてを話しました。すると、あなた、トール君っていうの？うちの子を間違えてしまったのね。え、どういうことですか？うちの子が事故に遭った時、友達もその場にいたの。その友達が、トールっていう子なの。その子の話によるとね、うちの子、線路に足が挟まって身動きできなかったんですって。それでトール君に何度も助けを求めたんだけど、もう遮断機も降りていて、怖くて動けなかったんですって。トール君、お葬式の時、泣きながら私に謝ってくれたの。私は、あなたが悪いわけじゃないから気にしないでって言ったんだけど、あの子が最後に言った言葉が忘れられないって。トール、どうして助けてくれないんだ。友達だと思っていたのに。あの子きっと、あなたを友達のトール君と間違えてあなたのところに行ったんだわ。背格好も似ているし、ちょうど同い年だし。ごめんなさいね、迷惑をかけて。この話を聞いて、怖さよりも悲しくなりました。その後ご両親と本物のトールさんが家まで来て、もう一度お祓いの儀式を行いました。本物のトールさんは涙を流して謝っていました。それからは何事も起きてはいません。囲まれる。京都の北の方にある山でキャンプをした時のこと。俺と友達の A と B の二人の計三人でそこに行った。小川のそばに開けているところがあり、そこにテントを張った。昼間は釣りとか水浴び。で、夜はバーベキュー。周囲は膝くらいの高さの藪に囲まれて、道路もかなり遠かった。まさに俺たちだけ。山の中で風もあったから涼しくて気持ちがいい。女の話や、ほんと、どうでもいい話で盛り上がった。そのうち、一番酒が弱かった A が、うとうとしだしたんで、そろそろ寝ることにした。
三人でテントの中で雑魚寝。すぐに眠りに落ちた。急に目が覚めた。なぜかはわからない。何かが変だった。落ち着かない感じ。あと、風も全然吹いていないし、異常に暗い。寝る前までは涼しくて、月明かりもあったのに。とりあえず、外に出てみようと、体を起こした瞬間、ザッと音がしたと同時に、周囲が明るくなった。音の正体はわからないけど、隠れていた月が出て明るくなったんだと思っていた。実は違ったんだけど。気味が悪くて、B を起こそうとするのだが、って言いながら目を開けてくれない。ちょっと起きてくれよ。そう声をかけていたとき、またふっと周囲が暗くなったので見上げた。そしてなぜ暗くなったのかがわかった。テントをびっちりと誰かが取り囲んでいた。何人もの人がテント越しに中を覗く感じで、これは人ではない。そう思って大声を出した。お前たち起きろ。さすがに A と B も飛び起きた。気がつくと人影は消えていた。俺は急いで今見たことを二人に話した。B は半信半疑ながらも、俺の尋常ではない顔を見て焦っていた。B が外を見てきてやるよって言い出した。入り口を開けて外に出る B。異常はなさそうだった。続いて俺と B が外に出た。何の異常もなかった。月も明るいし、空気も涼しくて気持ちがいいくらい。ただ、風は全くなかった。すると突然、パキッ。その音にビクッとする三人。お互いの顔を見渡す。今度は違う方向からパキ。間違いなく枝を踏む音だった。ここからが普通ではなかった。俺たちを取り囲むようにすべての方向から音が鳴り出した。パキ、ピシ、パキパキ、パキパキパキ。しかもそれは移動している感じ。わかりやすく言えば、数人が俺たちを取り囲んで、円状にぐるぐる回っている。しかもその円を小さくしながら。それが人間であれば、明らかにその姿が見えていないとおかしいくらい、それくらい近い距離なのに、姿は全く見えない。そこからはよく覚えていない。夢中で走り続けて、よく山の中で遭難しなかったな、と。今でも三人集まれば、この時の話になる。
橋渡り。誰にも話したことないんですけどね。王さんはそう言うと、ゆっくり話し出した。小学生の頃、王さんが学校に遅刻したことがあったという。その理由は、結局王さんは、先生にもご両親にも話さなかったのだという。子供心に、何かが変だ、そう思っていたからだ。変だと気がついてしまった王さんは、怖くて、先生にも両親にも話すことができなかったのだ。ランドセルを背負った王さんは、普段通りに家を出て、学校へと向かった。周りには、同じ学校に行く生徒が何人もいるはずの時間にもかかわらず、その日に限って誰もいない。周りに知っている子がいないんですよ。そしたらさ、今日はお休みかなって思うじゃないですか。不安になりながら通学路を歩いていると。こっちだよ、と声がしたという。そちらを見ると、自分と同じ年くらいの少年がいて、おいでおいでをしている。記憶にはない子供だったが、今まで誰もいない道を歩いてきた王さんは、ちょっと安心した。え、何？ほら、こっちにみんな集まってるんだよ。知らないの？うん、知らないよ。なんだ、そっか。じゃあ、早くおいでよ。そう言うと、その男の子は、通学路の道から路地へと入っていく。普段から寄り道などはしない王さんは、不安になりながら、少年の後をついていった。角をいくつか曲がると、普段見たことのないドブ川に出た。道はそこで終わっていた。ドブ川は、大人が両手を広げたくらいの幅で、おおよそ1メートルおきに、コンクリでできた橋のようなものが渡されていた。少年は、そのコンクリに乗り、ここから行くんだよ、と言うと、次のコンクリに飛び移った。できないよ。王さんがぐずっていると。大丈夫。ほら。少年が何度も、2本のコンクリの間を往復し、お手本を見せる。王さんはそれを見て、最初のコンクリに立ち、次のコンクリに飛び移った。できた、できた。少年は王さんに向かってそう言うと、次のコンクリに飛び移った。王さんも、それについていく。いくつコンクリを渡っただろうか。王さんは、すごく不安になった。ねえ、どこにみんないるの？もうすぐだよ。もう、学校が始まっちゃうよ。もうすぐ着くよ。少年が、トントン、トントンと、連続して飛んだ。あ、待って。そして王さんは、次のコンクリを踏み外した。踏み外した途端、もうダメだ。と思ったという。だが、衝撃はあったが、水の感触がない。目を開けると、あまり
見覚えのない場所だった。え？見回してみると、それは学校の裏にある貯水池だった。先生や両親から近づいてはいけないと普段から言われていた貯水池のすぐ横で王さんは転んでいたのだ。王さんは泣きながら学校へと駆け込んだ。もう学校は始まっていた。完全に遅刻だった。先生は目を丸くして驚いたが、遅刻の理由を何度尋ねられても、王さんは言わなかった。あの時、足を踏み外さなかったら、私はここにはいなかったんでしょうね。王さんにとって一番怖かったのは、踏み外した瞬間に、少年が、ものすごい形相で怒っていたことだという。人コアと火葬場と霊。両親が離婚して、母とは別に暮らしていたんですけど、再婚すると連絡があって会うことになりました。再婚相手の方はとても優しく穏やかな人で、何度か会ううちに本当の娘のように接してくれて、私にお父さんがどんなものかを教えてくれた大好きな方でした。そんなある日、再婚相手の方が癌だと診断されて、余命幾縛もないと分かりました。病院にお見舞いに行くと、早く帰りなさいと言いながら私の手を握りしめて離さないんです。会いたいけど痩せてしまった姿を見られたくはない、そんな思いだったんです。悲しく思い廊下に出ると、母から話したいと言われて、再婚相手の方がお医者様に、治してください、お願いしますと、お金を手渡していたと聞いて、人の命よりも金銭欲にまみれた先生に腹立たしくなり、悔しかったんです。治せもしないのにお金を受け取ってしまうなんて、人の欲望が怖いと、この時思いました。しばらくして私の枕元に再婚相手の方が現れて、優しい穏やかな顔でさようならと言って去っていきました。悲しくて泣いていると、母から電話がかかってきて、再婚相手が亡くなったと聞かされました。最後の時まで私に会いたいと、名前を何度も呼んで亡くなっていたそうです。どうして呼んでくれなかったのか、すぐさま駆けつけたのに、その理由は母の嫉妬でした。自分が妻で看病もしたのに、最後なぜ自分の名前ではなくて娘の名前なんだと、亡くなる人の願いよりも自分の嫉妬心が強かったんです。そのせいで最後会うことはできませんでした。人の嫉妬とはこれほど醜いものなんですね。再婚相手の葬儀をして、火葬場に、古びた今にも壊れそうな火葬場で、仮装している間、タバコが吸いたくなって、皆から離れて、裏の奥の方に行くと、ゾッとしました。人骨が山のように積まれていたのです。白い山、
何百、何千もの。火葬で焼け残る大腿骨など、太い骨。火葬場の儲け優先のため、悲しむ家族の裏で、人骨を粗末に扱うなんて、人の醜さ、怖さを感じました。私は手を合わせて祈りました。今日はついてくるなと覚悟し、家に帰りました。夜中に寝ていると、金縛りに遭い、顔の横に乗っかってくる誰かがいて、ベッドが沈み込み、頭が斜めに傾きました。目を開けて見てしまったら嫌なので、目を閉じたままお経を唱えていると、すっと消えてくれたんです。私は、いきなり来たらびっくりするでしょ？来るんだったらドアをノックしてよね、と消えていった霊に言いました。次の日寝ていると、コンコン、コンコンとドアをノックする音がして、はい、誰ですか？と言っても返事はなく、起き上がってドアを開けましたが、誰もいませんでした。ふと昨晩のことを思い出して、ノックをしてと言ったから聞いてくれたんだね。ありがとう、と礼に言いました。それ以降は現れることはありませんでした。元は礼儀正しい方だったんでしょう。後に火葬場は新しく建て替えられて、綺麗な火葬場になっていました。人骨をどうしたのか。人骨は処理場何の処理に当たるのかはわかりませんけど、あんな扱いをする火葬場がちゃんとしたとは思えないのです。もしかしたら火葬場の下に埋まっているのかもしれません。本当に怖いのは人ではないでしょうか。そう思えてなりません。人の欲望や行いが霊を生んでしまうような気がするんです。すれ違う。夜道を歩いていると、向こうから人が歩いてきて、お互いに妙に意識してしまうことってありますよね。その日はちょっとしたハイキング気分で、前から目をつけていた登山コースを歩いてみようと思っていた。そしたら当日寝坊してしまって、気がついたら午後。それでも我慢できずに行ってみたんだ。結構メジャーな場所だから、道は踏み固められていて、変に曲がってもいない。本格的な登山をしたい人には物足りないだろうけれど、俺には十分だ。登っていると、すれ違う人がたくさんいた。おそらくは帰りの人だろうね。こんな時間から登るの？って顔をされて、ちょっと恥ずかしかった。引き返そうかとも思ったけれど、登り始めたし、せっかくだから無理やり行ってみた。上まで行って、俺が帰ろうとした時は、あたりは夕暮れで誰もいない。ここで急に怖くなってね。昼間は賑やかだったであろう登山道も、放課後の校舎みたいな不気味さが感じられて、でも帰り道だから、あとは急いで降りるだけだし、迷わず下山し始めた。足早にちょっと足を滑らせながら降りていると、道の向こうに人影を見つけたんだ。俺と反対に登ってくる人。
一本道のあちらとこちら。夕闇の中に俺とその人。この違和感わかるかな？心臓がバクンって跳ね上がって、汗がダラダラ出てきてさ。なんだかわからないけど、このまま進んではいけない気がした。けど瞬時に、今ここで立ち止まったら、相手に意識されてしまうかもしれない、とも思った。気にせずにすれ違う。これが最善だと判断したんだ。だけど、相手との距離がだんだん縮まってくるにつれて、足がすくんでくるんだ。冷静に考えたら、やっぱりおかしいんだよ。こんな時間に登ってくるのって。俺、知らない間に立ち止まってしまっていた。このまま進みたくなかったんだ。そうしたら、なぜか相手も立ち止まった。俺の方から相手の顔までは見えないんだけれど、登山客っぽくはあったと思う。で、じっと俺の方角を見ているんだ。いや、俺自身も見ている。でも、このままだと帰れないし、もう1キロくらい歩けば、人気のある場所に出ることができるはず。気の迷いだと勇気を振り絞り、一歩踏み出してみたらさ、その人もまた登り始めて。で、俺がびっくりして立ち止まったら、向こうも止まる。すでに俺の中では、人間かどうかも疑わしい状態。ダッシュで脇をすり抜けようとしたら、相手も俺に向かってダッシュし始めた。それを見て慌てて止まれば、そいつもピタリと止まる。その時、相手の顔が見えた。形は普通のおじさんだった。でも、表情が笑っているんだか、怒っているんだかわからない、ものすごい顔だった。で、全身が微動だにしない。顔も、能面みたい。やばい、やばい、やばいって、頭の中がぐるぐるして、少し戻ることになるけど、別の道から降りようと思った。予感はしていたんだ。走り出したら、もう止まれないって。案の定、きびすを返してダッシュしたら、背後から、ものすごい勢いで、追いかけてくる誰かの足音。もともと疲れていたから、足は、遅々として進まない。テンパってしまって。でも、追われているから走った。気がついたら下山できてた。振り返っても誰もいなかった。そのことがなんかトラウマになってさ、人気のないところで人とすれ違うのが今でも怖いんだ。ロフトにあるお札。大学時代に友人から聞いた話。大学からの帰り道に私はその友人とどこかで飲もうということになり、友人宅の近くの居酒屋に二人で飲みに行きました。大学でのことなどを話したりして、だんだんと話も盛り上がってきて、さらに友人の家で飲み直そうということになり、友人の家に向かいました。友人は一人暮らしをしていて、間取りは4畳のキッチン、6畳の部屋、そしてちょうどキッチンの上にあたるところに
4畳くらいのロフトがあるアパートの角部屋でした。ロフトには布団が敷いてあり、友人はベッドルームとして使っていました。コンビニで買ってきたビールを飲みながら、友人と私は朝まで飲み続けそうな勢いで飲んでいました。久しぶりに友人の家に遊びに来たんで、私は座ったまま部屋をいろいろと見回していると、ロフトの階段部分にお札があることに気がついて、友人に冗談交じりで何のお札なのかと聞いてみると、実家から送ってもらったお札だということでした。そして友人がこのアパートで起こった出来事を話し始めました。友人はいつものように、帰宅し、就寝しようと、ロフトに上がり、敷いてある布団に潜って、床に着いたそうです。大学に行った後、バイトをしてからの帰宅のため、すごく疲れていて、すぐ眠れたそうです。何時間か経ったところで、友人は物音がして、目を覚ましたそうです。アパートですから、隣の住人が騒いでいるんだろうと思い、疲れていることもあり、布団を頭からかぶり、寝直したそうです。そして次の日も、いつものように眠っていると、また夜中に物音がして目が覚めたそうです。その物音というのは、ロビーとか待合室のような、人の往来が多いところのように、雑談や足音などがざわざわと混ざってできた感じの、そんな音なんだそうです。話し声に似たような音も、ついさっき寝ていたせいもあって、はっきりと聞き取ることはできなかったそうです。次の日も友人が眠っていると、そのざわざわとした物音に起こされたそうです。いい加減毎晩続くので、大家さんにクレームを出そうと思い、本当に毎晩隣人が騒いでいるのかをちゃんと確かめてからクレームをしようと思い、布団の中で聞き耳を立てていたそうです。頭も冴えてきて、だんだんとその物音が聞き取れてきたとき、友人はおかしなことに気がついたそうです。友人の部屋は角部屋にありますから、部屋は隣に一つしかないはずなのに、その物音は両隣から聞こえてくるんです。さらによく耳を澄ましていると、それは正確には両隣から聞こえてきているのではなく、どう考えてもその友人の六畳間の部屋から聞こえてきて、両隣から聞こえているように感じたのは、音が反響してロフトに届いているかららしいのです。友人は別に金縛りになっているわけでもなく、布団から這って出て、ロフトから恐る恐る、下の六畳間を覗いてみたそうです。すると、その六畳間いっぱいに、白い服を着た人たちが埋め尽くしていて、ロフトから覗いている友人の方を見上げていたんだそうです。その人たちは、うっすら青白く光っていて、軽く左右に揺れていたそうです。友人はあまりの出来事に、その状態のまま、しばらく向き合ったまま硬直してしまっていましたが、急いで布団に潜り込んで、怯えながら震えていたそうです。でも、いつの間にか眠ってしまったそうで、
その事実を家族に電話したところ、親がそのお札を送ってきてくれたそうで、そのお札が届いて以来は何も起こらなくなったそうです。でもお札が届くまでは家で寝るのが怖くて、他の友人宅に泊めてもらっていたそうです。私が今座っているこの場所に、その白い服の人たちが立っていたのかと思うと、怖くて一気に酔いが覚めてしまいましたよ。あの人。これは昔私が勤めたある小さな下請け工場での話。その工場ではたびたび不思議な現象が起きるのだが、そのことは工場の誰もが知っていて、そのことで特に誰かが騒ぎ立てることはなかった。不思議な現象というのは、時折工具や油差しが見当たらなくなったり、型が落ちて古くなってもう使わなくなった工作機械から作業しているような音がしたりというもの。工場で働く人たちは、工具が見当たらなくなると、またあの人だよと言って笑っていた。新人だった私は、よく、あそこの機械の制御盤の上を見て来い、と、見当たらなくなった工具や油差しを取りに行かされた。そうすると、大抵の場合は、そこに工具や油差しが置いてある。最初は気味が悪かったけど、次第に慣れて、何年かすると、そういうものなのだと、不思議に思う気持ちさえなくなっていった。不思議なことにこの現象は、みんなが忙しい時とか、納期に追われたりとか、残業している時には絶対に起こらなかった。ところが、ある納期に追われた残業の時、もう少しで全部の生産が終わるぞという時、品物を固定するために使う工具が見当たらなくなった。この忙しい時にそんなことはないだろう。そう思いながらも、もしやと思って、使わなくなった例の機械の制御盤を見に行くと、そこに工具が置いてある。製品を機械にセットするたびに工具が見当たらなくなるので、残って作業していた人間の誰もが工具の行方を気にして仕事どころではない。ああ、もうまただ。作業員の一人が大声を上げて、みんな作業の手を止めて注目した。そして、例の使わなくなった機械の前に、みんなが集まった時、工場全体が揺れるような大きな振動と音とともに、見ると、フル稼働していた現行の機械が、老朽化して倒れた大きな棚を巻き込んで、周囲のものをなぎ倒していた。死者が出なかったのが不思議なほどの惨状だった。誰もが鳥肌が出る思いで、あの人のおかげだ、助けてくれたんだ、そう感謝した。だが安心してばかりはいられない。まだ納品間際の製品は完成していないのに、現行の機械が手がつけられない状況になったからだ。仕方がなく型落ちの例の機械を再生して、なんとか工夫しながらこのロットだけは仕上げようということになったのだが、実際は工場長も社長もみんな本心では途方に暮れていた。なぜなら、
誰もがその型落ちの古い機械がまともに動くなんて思ってもいなかったからだ。そんな機械を動かすなら、新しい機械を納品してもらった方がずっと早いと思っていた。工作機械というのはデリケートなもので、高い精度も要求される。油が切れていたり、ましてや錆びていたりなどしたら、加工どころか肝心な品物を壊しかねない。少しでもマシな状態でありますようにと、皆が願いながら機械の中を覗いてみると、錆はない。いや、錆がないどころか、油もきちんと刺してあって、あたかも誰かがずっとメンテナンスをしていたかのようなピカピカな状態だった。こんなことはありえないと、社長も工場長も首をひねった。品物の納品は、即席でチグを作成したりと、みんなで協力して、なんとか納期は守られた。この時復活した型落ちの例の機械。その後、普段は使わなくても、メンテナンスだけはきちんとされるようになった。このような事件以降、物が見当たらなくなるという不可思議な現象は、ピタリと起こらなくなった。追突された相手。これは5年ほど前、私が新車を購入して1週間目に追突された時のことです。私は職場には早朝に行くので、その時間帯は車はほとんど走っておらず、渋滞どころか信号待ちでたまに対向車に会う程度でした。その日は新車購入1週間目で、ようやく車の運転にも慣れたかなという時期でした。その日、大きな道路に出てからずっと後ろの白いミニバンカーが妙な走り方をしているなと思っていました。居眠り運転か、酔っ払っているのか。車間距離としてはかなり離れている状況ですが、止まったかと思うと加速をしてくるし、蛇行運転もしているんです。バックミラーで何度も確認しても、ずっとそのままだったんで、いつもの通勤路を外れて脇道に入って、その車が前に走っていくのを確かめました。運転しているのは40代後半か50歳くらいの男性で、助手席には20代後半くらいの女性がいたように思います。通過したのを確かめた後、私は元の大きな道に戻りました。しばらくしてふとバックミラーを見ると、またさっきの白いミニバンが走っています。追い越してもらったはずなのになぜと驚きました。その車は相変わらず妙な困った運転をしていました。運転している男性の表情はあまりなくて、助手席の女性は運転している男性に絡みつくかのような、そんなもたれ方をしています。朝帰りの不倫カップル、私にはそう見えました。どこかであの車から離れたいなと思っていたのですが、ちょうど JR の踏切近くになりました。一旦停止をした私がバックミラーを見ると、猛スピードで迫ってくるあの白いミニバンが見えました。え、なんであんなに近づくの？
私は少しでも逃げたいと考えたのですが、あまりの猛スピードのためか、もう間に合いません。ダメだ。サイドブレーキとフットブレーキをぐっと踏んで、私はぶつかってくる瞬間を耐えました。その瞬間の音や衝撃は表現できません。凄まじい勢いで、私の車が変形していくのを感じました。幸いなことにまっすぐ追突されなかったため、私が座っている場所と反対側はめちゃめちゃに潰れていましたが、私の座っていたところはほとんど潰れておらず、追突の衝撃による怪我程度。私は自分で歩くことができる程度の怪我で済みました。加害者の男性も慌てて飛び出してきたので大丈夫だったんでしょう。いろいろと言い訳をしていましたが、とにかく警察に連絡をしました。私の車も相手の車も破損が激しく、自走はできない状態でしたけど、警察も近くて、たまたま移動させることができる方が通りかかったこともあり、脇道に2台の車を動かすことができました。警察からいろいろと聞かれているとき、助手席にいた女性はどうしたのかと加害者の男性に聞きました。すると、確かに最初は女性を乗せていたが、私の車の後ろを走る前にすでに降ろしていていなかったというのです。ただ降ろしてから気分が悪くなって、妙な運転になってしまったのだと言っていました。警察の方は、私が最初に加害者の車を見たのはもっと前で、女性はその時に見たのだろうということで納得していました。私もその女性のことをあまり追及すると、私が居眠りとか言われてしまうと思ってうなずいておいたのですが、実はその女性を降ろした場所より先しか、私は車を走らせていません。だから見ることのない女性を見ていることになります。バックミラー越しとはいえ、私が言う女性と加害者が降ろした女性がそっくりで、ある意味私は見ちゃったのか、あちらの方を、で済ましたのですが、この場合はどうなんでしょう。生き霊ということでしょうか。その時は追突事故での怪我や、新車が一瞬でほぼ廃車になったことのショックで、どうでもいいやと思ったのですが、今思い出してみると、あの生き霊のせいで、もしかしたら加害者の男性は、あんな奇妙な運転を続けていたのかなと、ふと思ってしまいます。水槽の中。自分、水槽で海水魚を飼っています。幅60センチ、奥行き30センチ、高さ40センチくらいの水槽。先日、海に行った時に、二枚貝を採集して、水槽で飼うつもりで持ち帰りました。水槽に入れるとき、貝に何かが挟まっていて、海藻かなと思ったら、髪の毛が数本絡んでいました。採集した浜辺は海水浴もできるとこだったし、深く考えないで髪の毛を抜いて、そのまま貝を水槽に入れたんです。水槽は、日中は暗い部屋に置かれている。サンゴとかの光を照射しなければいけない生態も入っているから、照明は私が帰宅する時刻に合わせてタイマーでセットしてある。
仕事は昼から夜11時頃までなので、帰宅するのはいつも深夜の12時。ある日部屋に帰って、まだ真っ暗だったんで、部屋の電気をつけようとしたとき、水槽のフィルターがいきなり、ガギル、ギルギルギル、ガガガッという感じの音を立てた。魚を飼ってる人はわかると思うんだけど、モーターがエアを噛んだ音。水位が低くなると起こる現象。暗くて静かだったんで、すごくびっくりしました。でもおかしい。水は満たされているはず。まさか水漏れかな?と、別の可能性を思いついて、闇の中で床を探った。探っていたらいつものタイマーが作動して、照明がついて、水槽の中がパッと明るくなった。中腰の状態から顔だけ上げて、反射的に水槽を見た。暗闇の中に水槽だけが明るく浮かび上がっている幻想的ないつもの光景のはずだったんだけど、水槽の中には人間の頭部が丸々入っていたんです。え?間抜けかもしれませんけど、見た瞬間は本当にこの一言しか出ませんでした。水の中を長い髪が海藻のように漂っていた。顔は正面を向いてるっぽかったんですけど、髪が邪魔でよく見えませんでした。でも肌はなんか緑色で、ところどころ赤黒く、唇があったんで、やっぱり正面を向いていたんだと思います。その時また、エアを噛んだ大きな音。見るとフィルターに髪の毛が吸い込まれていた。髪が水流でめくれて、漂う頭部の目の部分があらわになろうとしていました。その瞬間、見てはいけないと強烈に思い、目を泳がせました。そして視点を水槽に合わせないようにして、静かに部屋を出ました。すごく怖かったんですけど、帰宅した状態でカバンも肩にかけて外に出ました。大通りに出たところで、自分の部屋の窓を見上げて、水槽がある部屋の窓、水槽の照明がつきっぱなしのため、カーテンが青白かった。じっと見つめていたら、なんかカーテンの端が変に盛り上がっていたみたいだった。詮索しないでその場を離れて、そのまま漫画喫茶に行ってぼーっとしてた。朝になってから恐る恐る玄関の扉を開けました。テレビの音量をでっかくして、玄関のドアを開けっぱなしにした状態で、思い切って水槽の部屋のドアを開けました。水槽は元通り稼働していました。頭はなかったです。でも、あの海で採集した生態は、理由を話して、全部知り合いのペットショップに引き取ってもらいました。やっぱり怖いですから。その後、ろ過槽を開けたら、髪の毛がうじゃうじゃ出てきた。綺麗に掃除をしたけど、未だにフィルター掃除でろ過槽を開けると、必ず髪の毛が、数本入ってるんですよね。すごい嫌ですよ。祟られた一族。これは
我が一族にまつわる恐怖の実話です。私の家は祖父、父ともに早死にしています。父は私が生まれて2歳の時に亡くなりました。私にはほとんど記憶はないのですが、いつも祖母から、お前も気をつけないといけないよ、と言われていました。その私も子供が生まれて2歳の誕生日を迎えた翌日のことです。その日は残業で駅に降りたのが11時過ぎくらいでした。いつもの通い慣れた道を帰宅中、なんだか雰囲気が違うことを感じていました。ふと見ると、昨日までついていたすべての街灯が消えているんです。おかしいなと思いながら坂道を上がっていくと、どこからともなく竹の触れ合うガチャガチャというような音が聞こえてきました。よく耳を澄ませてみると、前方の坂道の上の方から聞こえてくるようでした。私は歩きながら前方を注視すると、ぼーっとした明かりの中に人影が見えるのです。前から人が歩いてきていると、ほっとしたのを覚えています。近づいていくうちに、竹の触れ合う音は、そこからしているようでした。よく目を凝らしてみると、それは、鎧に身を包んだ、戦国武将の格好をした人と、取り巻きの人たちが、数人こちらに向かって歩いてきます。なんだこりゃ、なんかの撮影でもしているのかな、と思い、あたりを見回してみても、そのような雰囲気はありません。人影はだんだん近づいてきます。それにつれて、音も大きくなってきました。そして、近づいてきたその人たちには首がない。彼らはこの世のものではない。私は恐怖に震えました。と、その時、武将の格好をした人が刀を抜いてこちらに走ってきました。ギラギラと光っている刀の恐怖は今も忘れません。私は何が何だかわからず、無我夢中で逃げました。駅の近くまで走ってきて、やっと一息ついた時には、もう音も、鎧武者もいませんでした。私は妻に電話をし、車で迎えに来てもらい帰宅中、さっきの体験を妻に話していました。私は、話をすることに夢中だったので気がついていなかったのですが、妻がさっきから同じ道をぐるぐる回っている気がするというのです。確かにこの角はさっき通ったはず。妻は怖くなり車を止めました。私もこれは何かあると思いました。するとヘッドライトの先を何かが横切っていくのが見えました。最初はコウモリでも飛んでいるのかと思いましたが、よく見るとそれは兜をかぶった武者の頭だったんです。フロントガラス越しにこちらを睨みながら、見つけたと言いながらギロッと睨んできます。恐怖は絶頂でした。妻は突然悲鳴を上げて気を失いました。なんと、窓ガラスという窓ガラスに昔の落ち武者らしい、しかも顔が半分切られてなかったり、血だらけだったりした顔がべったりと張り付いていました。私も恐怖で失神してしまったらしく、気がついたら、妻に揺り起こされていました。
時間はまだ午前2時頃で、あたりは真っ暗でした。急いで車を出して、今度はすんなり家にたどり着くことができました。家中を叩き起こして、今の出来事を話しました。すると祖母が、やっぱり来たか、と言ったのです。一体どういうことかと聞き返すと、実は私の父も、そして祖父もそうだったというのです。私は何が何やらわかりません。ただ父も祖父も、死因が心臓麻痺だったということが異常に気になりました。確かにあのまま気を失っていなければ、もしかしたら心臓麻痺になっていたかもしれないから。そして祖母は続けて、詳しくはわからないが、家の家系には呪いがかけられているようだと言いました。どんな呪い？それはわかりませんが、昔から家の部屋という部屋にはお札が貼ってあって、これは一体何だろうとは思っていたんです。しかもどこへ行くにもお守りを持っていかないと祖母からよく叱られていました。今ではポケットにお守りを持ち歩くことは慣れっこになりましたけど、お守りを持ち歩いていなければ死んでいたかもしれません。祖母は信仰のある祈祷師を呼んで、夜中だというのに家の中は騒然としていました。私の部屋の隅々には何やら書かれたお札が貼られ、部屋の真ん中には四角く縄のロープを貼って、そのロープにも何やら文字が書いてある紙が貼られていました。畳には水のようなもので文字を書き、私は一週間そこから出てはいけなく、食事も運ばれ、トイレもおまるでするようにと、きつく祈祷師から念を押されました。隣の部屋では祈祷が行われ、私はそのロープの中に入りましたが、その段階ではそれほどの恐怖はありませんでした。ただ、部屋に充満している線香の煙には参りました。朝になり、再び夜になり、何事もなく過ぎていきました。私はちょっと大げさすぎると言ったんですけど、祖母は許してくれません。そしてその夜、昨日の疲れもあり、私はすぐ眠りにつきました。息苦しさに目を覚ますと、つけていたはずの電気が消えて、隣で祈祷しているはずの声や遠くの電車、車の音もしない静寂に包まれていました。さすがに何か来るのかと恐怖しましたが、その四角いロープから出ないよう、あたりに気を配りました。すると家全体が、ミシ、ミシッと音を立て、地震のような地鳴り。揺れが襲って、思わず、地震だと叫び、ロープから出ようとしたその時、私の腕が何者かに掴まれて押し戻されました。びっくりして、後ろを振り返っても、誰もいません。ところが、押し戻されて、畳に尻餅をついた途端、揺れも、地鳴りもしなくなりました。窓の外に、懐中電灯のような明かりが、ゆらゆらと、無数に揺れていて、そこから、悔しい。あと少しだった。悔しい。と、うめき声が響きました。その声を聞いただけで、ガタガタと震えが止まらずに恐怖しました。その日はそれだけで済みました。私は疲れ果ててしまい、朝眠りました。
すると、夢の中の自分に遠くから、頑張れ、負けるなよ、と、妙に懐かしい声がする。誰だろう、と思っていると、随分と古い着物を着た人たちが7人くらい、ニコニコ笑いながらこちらを見ていて、その中の一人、白いワイシャツを着た人が、父さんである気がしました。思わず泣いている自分に目が覚めました。多分、昨日ロープから出そうになった時、腕を引っ張ってくれたのも、今の自分を守ってくれているのも、夢の中の父さんであることを確信しました。なんとか一週間を乗り越える決意をし、また夜になりました。その夜も地震のような地鳴りのような揺れと音が鳴り出しました。昨日と違うのは、その音に混じってたくさんの人たちの声が、悔しい。ここに出てこい。殺してやる。と言いながら、家の外をぐるぐる回っている様子があること。お札が貼ってあるせいで、亡者はここへは入ってこれないらしいです。そういった毎日が5日間ほど続いて、最後の夜になりました。私は慣れてきていたせいか、昨日は外の音にも眠ることができて、怖さも慣れるんだなってびっくりもしていました。さて今日が最後だ。来るなら来てみろ、と言い放ち、過去の6日間から絶対来ないだろうなと確信がありました。そしてまた、今日も地鳴りがして、家が揺れ、内心、またか、と、そう思いながらも、朝が来るのを待っていました。家の揺れも終わって、あたりが明るくなってきたとき、いつもより時間が短く感じました。私は、ここから出ることが嬉しくて、縄のロープに手をかけました。瞬間、ギャーという、隣の祈祷師の悲鳴が聞こえました。どうしたのか、ものすごい声でした。すると、部屋の四隅に貼ってあるお札の一枚が剥がれ、畳に落ちたんです。急に、部屋の中に風が巻き起こり、何者かが、落ちたお札が貼ってあった場所から部屋に入ってくるのを感じました。ものすごい人数が部屋に入ってきました。皆落ち武者のようにザンバラ髪で腕がなかったり頭から血を流していたり首がなかったりしていました。彼らが私を殺そうとしていることがよくわかります。悪臭と醜いうめき声が部屋に充満する。これはもうダメだ。そう思いましたが、彼らは縄のロープから入ってくることはできないようで、その外でもがいていました。私は叫びました。なんで私がこんな目に遭わなければいけないんだ。一体何なんだ。お前たちは。すると、武将の甲冑に身を包んだ男が、私の目の前に来て、私を睨みました。その怖さときたら、思わず倒れそうになり、縄のロープに手をかけてしまったんです。すると全身に電気のような感覚が走り、私は気を失ってしまったようでした。そこで夢のような、現実のような体験をしました。時代は戦国時代のような時代で、私は甲冑を身につけていた。雨が降っていて、
何か妙に生暖かい空気と重たい鎧。それは夢のようで夢のようではなかったんです。そして私の前に堂々とした体格の大将と思われる武将が座っていて、あたりには人がいませんでした。なんだかとても親しい間柄であることは感じられました。先ほどまで自分だと思っていたその体は、いきなり刀を抜き放ち、その人に切りつけていました。鎧の重さは肩に食い込むようでした。急に切りつけられた武者の首に刀が半分食い込んで、おびただしい血が吹き出しています。私はなんでこの人を切ったのだろうと、不思議な夢でも見ているような、何とも言えない感覚でした。切りつけられた武者は刀をつかみ抵抗し、こちらをきっと睨むと、おのれ、裏切り者め、お前の子孫を九代にわたって恨み殺してくれるぞ。覚えておけ。最後の方はよく聞き取れませんでしたが、そのように聞こえました。その恨みの声の凄さで気がつくと、そこには先ほどの夢に出てきた武者が、裏切り者、お前で九代目だ。迎えに来たぞ。迎えに来たぞ、裏切り者。周りの亡者からの声。背筋が凍って動けません。私は、畳に額を押し付けて、悪かった、悪かった、許してくれ、と泣きながら叫んでいました。理由はよくわかりません。とにかく、あらん限りの声で何時間か叫んでいました。気がつくと、すでに亡者はいませんでした。私は呆然とただただあたりを見回すだけでした。そうしているうちに祖母が泣きながら部屋に入ってきて、もう終わったからここから出てもいいというので、嬉しくなってその部屋から出て、愕然としました。そこは血でいっぱいでした。祖母の親しい祈祷師は首から真っ二つに切られていて、一緒に来ていたもう一人の祈祷師がまだ祈祷をやめていませんでした。その祈祷師の話だと、私の代わりに祈祷師を連れて行ったということでした。確かに死んだ祈祷師は私の服を着ていました。多分、私が助からないことを知った祈祷師が、身代わりになったのだろうことが容易に想像できました。私は、夢のような体験を皆に説明すると、祖母が、お前で九代目だろう。これで、やっと終わる。そう話していました。地獄とは、核も近くにあったんです。犠牲となった祈祷師の安らかなるご冥福をお祈りいたします。度胸試しおばさん。心霊的な話ではないけど、怖かった話を一つ。俺は昔、小学校の低学年の頃まで県営住宅に住んでいて、よくその県営住宅の同学年の子たち5、6人と遊んでた。その頃はラジコンやミニ四駆が流行っていて、ちょっと裕福な子はラジコンカーを持っていたんで、その子のラジコンカーを使ってよく県営住宅のエントランスとか共用の廊下で遊んでた。その際、
友達や俺の親から。7階の A さん家の前では遊ばないこと、通るときも静かに通りなさい、と言われていた場所があったんだけど、そこの前で少しでも騒ぐと、A おばさんが出てきて追いかけてくるんで、子供の俺たちにとってはそこはいい度胸試しのポイントになってた。で、ある日もいつも通りみんなでラジコンを追いかけてキャッキャ遊んでいたら、ガキ大将的ポジションの子が、A おばさん家の前で廊下でラジコン走らせようぜって提案してきた。みんな割と乗り気だったんで、すぐやろうということになったんだが、チキンだった俺は、怒られてしまう自分の姿を想像して、嫌だなーって内心へこんでいた。そして結局、あれよあれよとことが進み、A おばさん家の前をラジコンを走らせながら、騒いで走り抜けるという遊びが即刻決行された。俺は乗り気ではなかったんで、みんなが走る一番後ろを走っていたんだけど、これがまずかった。みんなが声を上げて、A おばさん家の前を通り抜けた直後、A おばさん家の扉が開いて、A おばさんが呆然と追いかけてきた。いつもだったら走って逃げるだけで捕まったりはしなかったんだけど、この日は俺の目の前にラジコンを走らせていた子がいて、その子が階段の前でラジコンの回収に手間取ってしまい、俺は階段の手前で停止せざるを得なくなった。そしてその子が回収し終えて階段を降り始め、よし、俺も、と思った矢先、後ろから腕を掴まれた。捕まえた、みたいなことを全くの無表情で言われて、俺はビビって動けなくなってしまった。動けなかったのは、A おばさんの表情のせいもあったけれど、A おばさん手に包丁を持っていたんで、その時は完全に体が固まっていた。それで、おばさん家まで連れ込まれて軽く監禁された。ここからは記憶が曖昧だから、あまり詳しい描写はできないんだけど、連れ込まれてからしばらくは、布団だけが四方にうず高く積み上げられて、日の光が入らない仏間に閉じ込められた。そこで延々と泣いていたら、握り飯を一つ渡されて、食えと言われた記憶がある。味が全くしなかった。たかが一つの握り飯を食い切ることができなくて、畳の上に置いておいた記憶もある。どれくらいの時間が経った時かわからないけど、一度母さんが A おばさんの家に来たらしく、玄関から母さんの声がするなってぼんやり聞いていた覚えもある。あと、A おばさんの家にはもう一人若いお姉さんも一緒に住んでいたらしく、母さんの声を聞いたしばらく後に、もう返してあげようよ、と A おばさんに言っているのを襖越しに聞いた。その時はマジでお姉さんが救いの神みたいに感じた。で、こっからさらに記憶が飛んで、一気に終わりに近づいてしまうんだけど、気がついたら、おばさんが騒いでいる声が聞こえて、後から警官数人と母さんが入ってきた。とにかく助かったっていう気持ちで、ワンワン泣いたよ。あの時は何日経っていたのか記憶も曖昧だし、時計もなく、日の光もなかったからわからなかったんだけど、学校の授業が少し進んでいたのと、しばらくカウンセリングで保健室に通うようにと言われていた点から、数日間は監禁されていたと思われる。自分としてはもう過去のことなんで
あまりトラウマでもないし平気なんだけど、母さんにこの話を振ると、未だに苦しそうな表情をするんで、詳しい話は聞けないんだ。Thank you.